2015年4月16日、日本のラーメンは、寿司と並んで、中国人が好きな食べ物と言っていいほど、中国でも浸透している日本食。その日本のラーメンに関連して、中国のネットユーザーは、自身の見解を語っている。中国のネットユーザーは、私は、主食が麺類の中国西北地方出身だが、私にとって、種類が、豊富な日本のラーメンは実に素晴らしい存在だ。今日は日本の味噌ラーメンを食べたが、香り高くコクがあった。ただ少し塩気が強いように感じた。私は以前から日本人の味覚は不思議だと感じていた。寿司やお造りは薄味なのに、ラーメンは脂っこいものが多い。味覚の二極化が実に激しいと不思議に感じた日本の食文化について語っている。